メニューも何もぶちぐそげー。え、いいから早く持ってこい、この豚が。何あれ、本性。お、夜時間。校内放送です。午後10時になりました。ただいまより夜時間になります。まもなく食堂はドアをロックされますので、立ち入り禁止となります。ではでは、いい夢を。おやすみなさい。夜時間か。出歩きは禁止の約束だし仕方がない。今日は寝るか。ねえ、スマホもないけんね、寝るしかないよね。ん？モノクマ劇場。久々。先生、モノクマ先生聞いてくれる？僕は自分が好きじゃないんだ。胸を張って自慢できるような特技も趣味もないんだ。成績も中くらいなんだ。運動神経もそんなに良くなく悪くもないんだ。受験勉強をすればどこかの大学に引っかかって、そこで新しい友達や恋人だってできるかもしれない。だからこそ自分が好きじゃないんだ。僕は気づいてしまったんだよ。僕の人生って結局はコピー&ペーストなんだろう。想像力の欠如した単なる複製でしかないんだろう。ねえ先生、そうなんだろう。ちょいちょい入ってくるモノクマ劇場っていうのは何かしら黒幕のヒント的な感じなんかな。なんか黒幕のバックボーン的な。今このさ、なんか、まあ、よくあれやん、デスゲーム系である。このメンバーの中に犯人がおるとかそういうことかな、黒幕。7時になりました。起床時間ですよ。さて、今日も張り切っていきましょう。でもそれ自分が死ぬ可能性もあるよね、他の人が行動して。あ、そうそう。ちなみに、電子生徒手帳をアップデートしてあるので、お伝えしておきます。あ、でももしさ、黒幕がこの中におるとしたら、そいつはあれよね、別に夜時間とか、守らんかったけんって死ぬことはないってことよね。じゃあ、安全な場所に避難してる可能性はあるってことか。法則が追加されましたので、あ、なるほどね、あれか。確認しておいてね。プールの更衣室のやつか。より充実した学園生活を、今まで以上に楽しんでね。校則が追加されました。校則メニューで確認できます。校則の追加。昨日モノクマが言ってた電子手帳の他人への体力禁止ってやつか。で、そんなことよりさっさと朝食に向かわないとな。それ以外は別に増えてないんかな。校則。生徒たちはこの学園内だけで共同生活を行いましょう。共同生活との期限はありません。夜10時から朝7時までを夜時間とします。夜時間は立ち入り禁止区域があるので注意しましょう。就寝は寄宿舎に設けられた個室でのみ可能です。他の部屋での恋の就寝は居眠りとみなし罰します。希望がミニ学園について調べるのは自由です。特に行動に制限は課せられません。学園長こそモノクマへの暴力を禁じます。監視カメラの破壊を禁じます。仲間の誰かを殺した黒は卒業となりますが、自分が黒だと他の生徒に知られてはいけません。生徒内で殺人が起きた場合はその一定時間後に生徒全員参加が義務付けられる学級裁判が行われます。学級裁判で正しい黒を指摘した場合は黒だけが処刑されます。学級裁判で正しい黒を指摘できなかった場合は黒だけが卒業となり、残りの生徒は全員処刑です。電子生徒手帳の他人への対応を禁止します。なお校則は順次増えていく場合があります。うん、まあそれだけやったね。あ、間違えた。間違えた。何、食堂にが行くのか。出ます。もうみんな出とる感じ。これは、あ、お風呂やね。行けるようになったって言った。あ、ここか。
苗木だ。おはー、テンション高いね。おはよう、もうみんな揃ってるの？よー、トガミッチと石丸っちがまだだべ。トガミくんはともかく、石丸くんがまだ来てないなんて珍しいね。え、事件起こった？もしかして。石丸くんでしたら遅刻前のトガミくんを呼びに部屋まで迎えに行きましたわ。あ、そういうことか。え、そっちが死んでるとかいうことは。すぐに戻ってくるはずだ。我らはここで待っているとしよう。待つのは構いませんが、一つ問題があるのです。問題？喉が渇きました。おいおい、どこが問題だっつーの。飲めよ勝手に。山田くん、紅茶を入れてくださる？ミルクティーお願いしますわね。なぜ僕が。あなたの丸い体型は私が通っていた喫茶店のマスターにそっくりですわ。そんな理由なんだ。いいですわね。喉がカラカラですの。急ぎで願いますわ。自分でしろ。わかりましたよ。セレスさんの命令には逆らえなかったらしく、山田くんはしぶしぶ厨房へと入っていった。そして数分後、お待たせしました。なぜそんなドヤ顔。辺りに紅茶の匂いを漂わせながら、山田くんはトレイを片手に戻ってきた。待っていましたわよ。ついでに全員分入れてくれればいいのに。それは都合が良すぎる。常識的に考えて、お前は全然タイプじゃないから断固拒否だ。あれ、セレスはタイプだったのか。全ては因果律の流れのままに。ではいただきますわね。口元に笑みを浮かべながらティーカップを手にしてセレスさんだったが、あ、何毒と小首をかしげると、突然彼女は手にしていたカップを壁に向かって放り投げた。え、待って、なんか今さ、今回も体の周りにデブ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 って書いてなかった？ちょいちょい、何をなさるかウサギさん。私、こういうミルクティーって嫌いなんですわ。理解しかねますが。そうですわね。例えばその辺の普通の喫茶店で紅茶を注文するとしましょう。するとレモンですか、ミルクですかと聞かれる場合がありますわよね。そこで私はミルクティーと答えます。すると紅茶と共に小さい容器に入れられたミルクが運ばれてきたりするのですが、私はミルクティーを入れる際、ミルクを先に入れたい派なのです。お、お茶より前にってこと？その方が圧倒的に香りがよろしいのです。そんな世間一般的じゃない入れ方の場合は先に言っとかないと。それに飲む直前にレモンかミルクを入れるかなんて、調味料レベルの選択肢と変わらないじゃないですか。そもそもその程度のメニューの選択肢として認めていいのかも疑問ですわ。ですから私は牛乳で紅茶を煮出すロイヤルミルクティーしか認めていませんの。その時の僕らの反応を表現するとしたら、目を白黒させてって以外の表現は見当たらなかったはずだ。せっかく紅茶を作ったってのにそこまでしろと。面倒なのは知っていますわ。ミルクティーとロイヤルミルクティーの両方が置いてある店では後者の方が値段が高いですからね。きっと手間がかかるんでしょう。ですが手間をかけないで何がメニューでしょう。そもそもメニューも何もない。ぶちぐそげー。え、いいから早く持ってこいこの豚が。何あれ、本性。豚目がすぐに持ってまいります。休暇は便利ですわね。人格変わったけど一瞬ブルっちまったぜ。マジでモンド君がブルったよ。てかいつもさ手あんな感じにしとるけんわからんかったけど、なんかついとったよね。セレスさん、やっぱ最初の印象通り一筋縄じゃいかない人みたいだと僕らがセレスさんの本性に戦々恐々としていたところで、あ、帰ってきた。食堂のドアが開け放たれ、そしてようやく待ち人はやってきたのだが、うん、ん？一人？おい諸君、妙な事態になったぞ。え？妙？死んどるわけではない？どうしたん？戸上君が部屋から出てこないんだ。何度インターホンを押しても全く出てこないんだ。イルスじゃなくて？ひょっとすると。え？声聞こえてない？それ死んどんじゃない？え？ああいうキャラってそんな初期で死ぬ？あんだ、え？
確実に後半まで生き残っとるか、最後まで生き残るぐらいの感じのタイプやと思った。だったらいいのだが、ひょっとして彼の身に何かあったのではないかと。何か、その言葉が意味するもの。それ以上は言わなくても、その場の誰もが理解しているようだった。どっちかといえばこっちの方が死にそうやん、熱血感の方が。探してみた方がいいかもね。みんなで手分けして。なんか、ああいう、なんていうん、状況を静観してるというか、クールな、落ち着いた感じのやつってそんな早く殺されなくない？言っておくが、僕もそう提案しようと思ったんだ。何よ。こんな時に妙な対抗意識を燃やしてんじゃないわよ。ねえ。じゃあ、私はもう一度、あいつの部屋に行ってみるね。反応あるまですごくインターホンをしてみるよ。では。残った我らで手分けして探すとしよう。実際手遅れになる前に言ったろ。でも声もせんってことはもうっていう可能性が高くない？とにかく急いで戸上くんを探さないと。戸上くんが行きそうな場所、部屋じゃないの？もしかしたらまた学校の2階とか調べてる可能性も。なるほど、おらん可能性ね。ただおる前提でさ、部屋の方にも誰か行くんやろ？セレスさんは戸上くんを探しに行かない？だってまだ紅茶を飲んでおりませんわ。私、喉の渇きを潤さないことには何をする気にもなりません。せかすのなら山田くんをせかしてくださいな。うん、セレスさんマイペースすぎないか。やだなこの子。ああいう子やだな。大丈夫、山田くん入れてる？むむ。おう、苗木誠殿、どうしました？それが戸上くんの姿が見えないから、みんなで探そうってことになったんだ。あ、その報告の時にはもうすでにおらんかったんか。なんと、それは一大事。しかし、この豚目には、ご主人様にロイヤルミルクティーをお届けするという聖なる使命がありまして。おう、目覚めたのか、M。この豚には身に余る光栄、心を込めて奉仕いたします、ご主人様。そう、頑張ってね。山田くん変な世界に行っちゃってるな。あー、もう目覚めてしまったね。戻ってこないね、これは。2階って言おったね。2階って？ここっちの塔の2階？寄宿舎の2階っすか？あ、みんななんか戻ってるみたいだけど、戸上くんの部屋ってどこやっけ？戸上ないな。どう、朝比奈さん、返事あった？ダメだよ、どんだけ強くノックしても反応なし。こら、いい加減に返事しろ。ちょっとそんなん叩いたらドアが壊れるって。平気平気、私腕力はさくらちゃんに負けるし。そういうことじゃないよ、さくらちゃんってすごいんだよ。本気になればこんなドアくらい破れちゃうんじゃないかな。へえ、超高校級の格闘家の彼女ならそれも不可能じゃないかも。これだけ叩いても出てこないってことはやっぱりここにはいないんだね、みたいだね。じゃあ僕は他を探してくるよ。うん、とりあえず今のところまだ死んどるっていう想定には至ってないってこと？よろしくね。あとはここか。一応僕もノックしてみよう。ねえ。返事なしでしょ？うん、ここにはいないみたいだね。まあ、死んでないとしたらおらんね。深川さん、朝比奈さんと一緒なんだ。何よ。文句があるの？そういうわけじゃん。何かあったかもしれないんでしょ。一人は危険じゃない、だから心配して朝比奈さんのそばにいるんだ。へえ、深尾さんにもそういうところがあったんだな。いや、普通に考えたら今のは確実に自分の身が危ないかもしれんけんってことやろ。このスポーツバカなら何かあっても考えもせずにかばって身代わりになってくれそうだし。え、何なのよ。盗み聞きなの？いやらしい、いやらしいわ。あっち行きなさいよ、この野良猫。最後まであんな感じなんだろうか、あの子は。あの子もなんかあっという間に死にそうな感じするけどな。
意外と残っとるね。あれやっぱ寄宿舎側に2階はないのか。あ、あれか。でもあれ空いてないやつよね。ということは学校側かな。学校側で、まあ、要は昨日2階がオープンしたけんそこに行ったんじゃないかってことかな。他のメンバーもおらんね。2階のなんかプールとかに置いとったりせん。なんかそういうのありそうよね。プールに置いとったり、あとはなんか更衣室とかにあるトレーニング機器にくくりつけられとったりとか。ねえ、あなたもここに来たのね。え、それは昨日戸上くんが興味を示したものを考えてみれば彼がどこにいるのか推測はできるわ。そうでしょう。昨日戸上くんが興味を示してたもの、それってなんだっけ。図書室、図書室、図書室。え、何に興味示しとった。全然覚えてないんやけど。図書室のドアを開け中を覗き込んだのと同時に僕は驚きの声を上げていた。戸上くん、おりやないか普通に。予想の斜め上へ行った光景を目の当たりにして僕は思わずひるんでしまった。しかもコーヒー飲みながら。何やってんの。優雅におる。釣りでもやってるように見えるか。読書中だ、静かにしろ。ちっちゃいねその本。ごめん。じゃなくてさ、こんなとこで何やってんの。そんなもんか、小説とかやったら。心配して探してるんだよ。どうして探されなければならない。だって朝はみんなで集まって朝食って約束だったでしょ。約束？まったく、ゆっくり読書もできないのか。とりあえず一旦集まってご飯食べたらその後は自由なんじゃない。戸上くんはパタンと本を閉じると影のようにゆらりと立ち上がったと同時に僕の声を聞きつけた他のみんなが続々と図書室に集まってきた。というやつは戸上くん、こんなところにいたのか。何してんだって。ん、心配したのだぞ。心配される筋合いなどない。本を読んでいただけだ。この手の定読の小説は今まで読んだこともなかったが今後は何かの役に立つかもしれんからな。それは何を読んでたの。推理小説だ。おー、それで何、何かしらトリックを分かトリックが分かったり犯人の心境が分かったりみたいなこと。もしやそのトリックを使うつもりじゃ。あ、推理する側じゃなくってそういう使う側。バカを言うな。だよね、参考にするだけだ。え、当然だ。俺が勝負するときは俺のオリジナル使うさ。でなければせっかくのゲームがつまらんだろ。こんな緊張感のあるゲームなんてそう体験できるもんじゃないんだ。やるからには楽しまんとな。僕は思わずゾッとした。なるほど、ここは殺される側じゃなくて殺す側か。戸上くんの顔には確かに笑みがあった。その笑顔、まるで彼は楽しんでいるようだった。この狂った殺し合い学園生活を。何がゲームだ、てめえふざけたこと抜かしてんじゃねえぞ。ゲームはゲームだろう。たった一人だけが勝ち抜けられる命がけのゲーム、それだけのことだ。ゼルサモゲームですわね。え、よろしいですか。ゲーム理論、数学の一種です。そこではこのようなゲームをゼロサムゲームと呼びます。得られるものの数は決まっているので誰かの取り分が増えればしわ寄せは他人へと集まる。そんな有限の資源を奪い合うようなゲームのことですわ。なるほど、蹴落とし合いということか。実は入学試験や出世競争、ほとんどの社会的活動がこのゼロサムゲームに当てはまります。全ては限られた枠の奪い合い、他人同士の蹴落とし合い、私たちの挑んでいること、この学園生活もそうです。そしてこの場合はよろしいですか、限りある資源、それはたった一人の黒枠となるわけです。つまりこれは最初から蹴落とし合うことを目的として作られたゲームってわけだ。 そんな蹴落とし合いなんて。だからこそ適用が必要なのです。脱出したいと思う人がいなくなればそんなゲームに巻き込まれる心配もありません。なんだ、
どうしてゲームを避ける必要がある？こんなに楽しそうなゲームなんだぞ。そう言ってまた彼は笑った。自分が殺される側になるとは思わんのかな。邪悪に満ちた笑顔に顔を歪ませていた。あなたはそのゲームで自分が負けるとは微塵も考えていないようですね。当然だ。それよ。さすが世界有数の財閥である、戸上財閥の次期当主ですわ。言うことが違いますわね。ただの自信過剰だべ。あった。そんなこと言って死んじゃったらどうするの？ありえん。俺は死なん。その可能性すらない。もう自分の命がかかってることすらも楽しんどるわけではないのか。やるね。自分がやられる自信があるだけか。何様だてめえは。今めちゃくちゃ周りに敵増えよるけど大丈夫か？それにしても改めて驚きだ。何がだ？お前みたいなポンコツな不良がこの現代もまだ生存していたことがだ。殺すぞ。何度も言わせるな。だから言ってるだろう、これは殺されんと。いつまで言ってんだって。いくら言っても無駄ですわよ。彼には負けなんて概念が存在しないんですから。彼は超高校級の御曹司。幼い頃からあらゆる帝王学を叩き込まれた超エリート。生まれながらにして勝つことを宿命づけられ、そしてそれを実践してきた人物。彼にとって試練やゲームなど勝つためにしか存在しない。たとえそれが生死のかかったゲームだとしても。そうですわよね。よくわかってるじゃないか。素敵ですわ。私も一緒ですから。ゲームとは勝つためのもの。同感ですわね。やめろ。お前みたいなと一緒にするな。その不快な口を閉じろ。あら、それはそれは失礼しましたわ。とにかくこれだけは言っておくぞ。お前らも気合を入れてゲームに参加することだな。敵が本気でないと俺もつまらん。なんかだんだんちょっとなんか死亡フラグが立ってきたような気がするけど大丈夫かな。そんなのダメだよ。なんだ。だってこれはゲームなんかじゃないんだよ。人の命がかかってるんだよ。仲間同士で殺し合うなんて、そんなの絶対にダメだよ。仲間同士だと？誰がそんなことを決めたんだ？俺たちは仲間同士なんかじゃない。その逆だ。互いに気を落とし合う競争相手なんだ。でも…やっぱり…でも…お前ごときが偉そうにそんな接続詞を使うな。俺の言葉には肯定だけしていればいいんだ。いやー、ちょっと…君んちの召使いじゃないけんね。おい、言いたいことがあるならはっきり言え。言えないなら最初から口を閉じておけ。ごめんなさい。そこで謝ってしまうの？ざけんな、こら。おい、こら、弱い者いじめして楽しいか？胸くそ悪いんだよ。また仲良しごっこが始まったか。で、それはいつまで続くんだ？弱い者はいじめんねやね。いい子やん。うるせえ。なんだ。うるさい、そう言ったのか。全く我が身を疑ってしまうな。そんな単純で無意味な言葉しか出てこないとはな。なんかあれやね、四方八方に敵を作っていきよるけど。やるね。なんだ、わざとか。よし、決めた。今すぐ殺す。ちょっと落ち着いてって。なこれ、落ち着いてんだろうが。今すぐここで殺したとしたら君は確実に裁かれるよ。じゃないとみんなが処刑されるから。どこがよ。とにかく俺はこれ以上お前らと一緒に行動するつもりはない。蹴落とし合いのゲームで協力し合おうなど、そんな無意味な行動に時間を費やしたくないんだな。無意味って？ありえん。仲良し恋しの食事会などもってのほかだ。誰かに毒をもらえる可能性だってある。まだ最後の晩餐に出席するつもりはないんだな。そんな芝居地味とセリフばっか言いやがって。じゃあな。あとはお前らだけで勝手にやれってことだ。じゃあな。ああいう冷静系のキャラってね、生き残る可能性高かったけど、ただあれだな、輪を乱して単独行動するやつは早く死ぬよね。そのまま戸上くんは振り返りもせず立ち去ってしまった。こういう時大体ね、その輪から外れたやつってひっそり死んでない？もう僕らには引き止めることもできなかった。彼の考え方は僕らが理解できる範疇をはるかに超えてしまっていたから。ゲーだよ。あいつ本気か？
間違いなく本気でしょうね。ざっけやがってクソが。だとしたら許せねえ。そうかも。でも彼の言う通りかも。だって誰かが食事に毒を盛る可能性だってないとは言い切れないし。もうちょっと深川ちゃんまで何言ってんの。どうせ私がいなくなったって誰も困らないでしょ。むしろいなくなってほしいんでしょ。私が気持ち悪いから。いやそんなこと思ってないけど。そうに決まってるわ。そう思ってないと思い込んでるだけで、本当はそう思ってるに決まってるのよ。被害妄想ってレベルじゃねえべ。わかってるわよ。いなくなってほしいんでしょ。みんなしてそんな風に思ってるんでしょ。あ、ちょっと深川さん。放っておきましょう。ああなってしまっては誰も止められません。てか近くにおったキリギリちゃんとかはいなくなったのかい。結局その日の朝食会はうやむやのまま中止となり、僕らはそれぞれ自分の部屋へと戻っていった。まったく朝から疲れたな。だけど一日たりとも時間を無駄にしてる暇はないんだ。気を取り直していかないとな。なんか久々にちょっと明るめの曲になったような気がする。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、今回ね、このチャプター2で死にそうな人ナンバーワンは戸上くんなのではと思ってしまった。